DJ ウィリアムズはテキサス州フォートワース出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはタイトエンド。彼は若い頃、母親、姉妹と共にアルコール中毒、薬物中毒で家族への虐待を行う父親から逃れ、アーカンソー州リトルロックに移り住んだ。アーカンソー大学に進学した彼は2008年、 50回のレシーブを記録し、AAP 通信により、サウスイーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。2010年には54回のレシーブで627ヤード、4TD を上げて、カレッジフットボール最高のタイトエンドに与えられる、ジョン・マッキー賞を受賞した。2011年の NFL ドラフト5巡で、グリーンベイ・パッカーズに指名されて入団した。 パッカーズでは2012年までの2シーズンを控えで過ごしわずか9回のレシーブにとどまった。2013年8月31日にパッカーズからウェーバー工事されたが翌9月1日ジャクソンビル・ジャガーズからクレームされて加入した。11月4日にロースターに昇格するダニーノ・ローブルズの代わりにジャガーズから解雇された。ジャガーズでは 先発1試合を含む7試合に出場した。11月26日にニューイングランドペートリオッツと契約12月4日にウェーバー工事されたが、ペートリオッツの先発テロ部、グロンカウスキーがシーズン絶望となったため12月9日に再度契約を結んだ。NFL.com のアナリスト、マイケル・ロンバルディからはハーフバックタイプの選手と評価されている。 ありがとうございます。